オープン戦勝ち星なしの近鉄が地元藤井寺で豪華な投手リレーを見せました。先発阿波野のコーナーをつくピッチングは切れ味十分。4回を2安打無失点に抑え完全復活を印象付けました。続く高村も3回を打者3人ずつで片付ける好投ぶり。昨年の新人王の貫禄を見せました。一方決定打に欠けていた打線も9回金村が劇的な逆転サヨナラホームラン。オープン戦4戦目にして鈴木新監督待望の初勝利を挙げました。